フィンランド神話はフィンランドの神話であり、18世紀まで古伝によって継承されてきた。フィン族は精霊信仰を常に信仰し、その構成促化はしたものの原始宗教的な伝説を守ってきた。狩りや収穫、種まきといった儀式は社会的イベントとして開催されたが、根底にある宗教的部分は全く欠落しなかったのである。 周囲の文化の緩やかな影響によって、単一心境的な考え方から空ミを主神格に挙げたが、彼らにとっては空ミも元来は他と同じ、自然界の存在の一つでしかなかった。最も神聖視された動物の熊は、貧族の祖先の化身とみなされていたため、具体的な名前を声に出して呼ぶことはせず、メシカマン、アッツォ、コンチオといった遠曲表現で呼んでいた。 フィンランドの古代の神々がマイナーな異教神になってしまっても、その精神は長年の伝統となって大多数の貧族の生活に浸透しており、習慣としてその神々を大切にしている。驚くべきことでもないが、神の大部分は森や水路、湖や農業といった自然の事象と密接に関連している。 歴史上フィン族の信仰に関する最初の記述は、1551年に、フィンランドの司教のミカエル・アグリコラが、新約聖書のフィンランド語版を紹介した時のもので、ある。彼は、ハメ地方やカレリア地方の神や精霊について多く記述している。だがこれ以降、19世紀にエリアス・リョンロートがカレワラを編纂するまで、それ以上記録に留める人はいなかった。 ただし彼も多少の改ざんを加えているために原文とは異なる。フィンランド神話の中ではこの世界は鳥の卵が破裂して出来上がったものだとされている。また空は卵の殻か,かテントのようで北にある北極星まで届く大きな柱がそれを支えているのだと考えられていた。星の動きは北極星を中心に空の大きなドームが回転することで起こると 説明づけられていた。地球の端にはリントコットーと呼ばれる暖かい地域があり、冬の間鳥が住んでいた。天の川はリン・ンロタと呼ばれ、鳥は季節によってフィンランドとリントコットーの間を行ったり来たりすると信じられていた。フィンランドでは今でも天の川のことをリン・ンロタと呼んでいる。鳥の存在にはもっと別の重要性もあった。まず、 人が生まれる瞬間、その魂は鳥が運んできた。そして死の瞬間に運び去るのだ。また、枕元に木製の鳥の像を置いておくことで、夢の中で魂が道に迷って帰って来られなくなることを防いだ。水鳥は物語ではごく普通の存在であるが、岩絵や彫刻に見られるように古代人の重要な信仰の対象だったことを伺わせる。トンネラは、 死者の国である。そこは、すべての死者が赴く地下の収容場所もしくは都市であり、死者は善悪を問わず、そこへ行く。ドネラは、すべての者のが永遠に眠る、暗く生命のない場所であるが、優れたシャーマンだけが、祖先の教えを請うために、トランス状態で、ドネラに行くことができた。ドネラに行くためには、魂は、 ドゥオネラの暗い川を渡らなければならなかったが、正当な理由があれば、魂を運ぶ船が来るという。シャーマンの魂は本当に死んでいるかのように、信じ込ませて、ドゥオネラの見張りを何度も騙さなければならなかった。ウッコは、フィンランド神話中の主神であり、天空、天気、農作物と、その他の自然の事象を司る神でもある。現在のフィンランド語の雷が、 この名前から派生したように、雷を司ることでも知られている。雷人としてのウッコは、彼の持つウコンバサラと呼ばれるハンマーから稲光を発したという、ラッリーによる聖ヘンリーの殺害。ありがとうございます。